んにちは、ボスリエコです。今日もご視聴いただいてありがとうございます。急に寒くなった、みんなちょっと今また感じた、寒くなりましたね。なんかまだ9月で終わりで全然暑くて、ケンタッキーを食べてる時も暑かったのに、なんかほんと急に寒くなって体調崩してないですかね。皆さん、ボスティは体調崩してなくて元気に過ごしております。で、今日はもうのっけからこんなバッチリメイクをしているんだけども、このね、動画を撮る前にショート動画を撮ってたので、普段メイクということでご紹介させてもらって出ます。またそちらもご覧いただければなと思うんですけど、普段メイクです。本当に最近ね、ボスにね、地まつげです。つけまをほとんどしていない状況なんだけど、まあベージュのリップで、今日はね、ちょっと今動画なので赤をつけておりますが、なんかすごいインフルエンザが流行ってるっていう風にニュースでもやっていて、何、薬が足りないみたいな話をしてるので、ぜひぜひっていう言い方おかしいね、ちょっと言葉間違っちゃったんだけど、気をつけていただきたいなと思います。うん、本当に体調を崩しやすい季節になってきてるので、気をつけていただきたいなと思います。で、ケンタッキーの動画楽しんでいただけました、皆さん。なんかね、直後すごい友達からも、ケンタッキー食べたくなっちゃったじゃんっていう声が多かったり、まあコメントでもね、そういったコメントをたくさんいただいたりしておりまして、なんかポパイ買って一緒にトークしましょうとかさ、沖縄来たら一緒にパーティーしたいですっていう人いたんだけども、ぜひ喜んで、その時はよろしくお願いしますっていう感じなんですけど、皆さんね、ありがとうございます。でも本当にそういった本当一言のコメントとかね、メッセージがボスにどれだけ元気に送れてるかなっていうことで、本当に感謝でいっぱいです。みんなすげー頑張ってるんだなって思う。だからその頑張っている、なんかボスを見てね、また頑張ろうと思うっていう言葉に、またボスも頑張れるし、感謝だなと思います。本当にみんな頑張ってるなって、それぞれ悩みに向かって進んでるんだなっていうのをすごく実感しています。うん、なので自分を褒めましょうね、みんな。ご褒美あげたり、ボスケンタッキー食べてご褒美にしたし、みんなもご褒美、何か一つでもいい、アイスクリームでもいいじゃん。そんな感じで、もう自分を本当に叩いていかないと、みんな、うん。それがまたね、エネルギーになると思うので、セルフハグをしながら楽しく進んでいただきたいなと思います。で、ほんと少しでもその恩返しじゃないけど、みんながね、もっともっと笑顔になれるように、ボスティも動画を配信させていただきたいなっていうふうに思いますので、これからもトーク分かってくれた、理解できてくれたかな、なんかコメントの中にボスティとパーティーしたいとかトークしたいっていうふうにね、言ってくれた方々がいたので、ちょっと理解してもらえてるのかな、まあこんなボスティですけど、これからもよろしくお願いしますという感じでございます、皆様。で、またね、すごい、ケンタッキーの動画上げた直後に、はるかから連絡があって、レイヤーが泣いてるって、息子なんだけどね、息子が泣いてるってね、泣いてる姿のレイヤーの動画を送られてきたの。で、それを見てまたボスティも泣いちゃったんだけど、なんかね、レイヤー中学2年生かな？なんかね、ボスティが坊主になったことがすごい悲しかったんだって。かわいそうだーって、レイレイがーって言って泣いてて、もうなんて可愛いのと思って、もう出身あれわからなくなっちゃった。出身期じゃない？もう本当に。だけど、そうやって、優しいなーって、またボスに涙をして、で、まあ、その直後にストーリーでね、もう遥かの子供、レイヤが可愛くて、暴行吸収っていうやつに本人から連絡が来て、レイレイって、大変だけど、応援してるから頑張ってねーっていうことを来てね、ちょっとこの後に、ハグをしに行ってやろうかなっていうふうに思っております。で、まあ、今回は、まあそんなね、長い話をまた置いといて、今日はもうのっけからこんなメイクをしてるんだけども、秋冬今シーズンのためにジャケットを買いました。シーンで1着と、ファッションママで3着買ったので、ご紹介していけたらなと思います。では早速ご紹介していきます。はい、1着目これです。結構短めなんだけど、これはね、シーンで買いました。で、クーポン使ったら1200円ぐらいで買ったんだけど、めちゃめちゃあったかいのよ。軽いしあったかいです。なんかね、裏とか何もついてなくて、ほんと、ウェルトみたいな生地だけど、すごいあったかいです。イェイ。2着目、はい。ベージュ、茶系の、ベージュじゃないね、ブラウンのジャケットです。これはファッションママで買いました。なんか何でもないんだけど、これはさ、去年買ったのよ。で、もう動画で一回着てるかも。
しれない。なんか前はチャックにライダーズみたいな感じの形がボスイ大好きだからって紹介したっけ、まあ、今度そんな話してこんな感じです。なんかおかしいな、こうか、こんな感じです。これもなんかちょっとスウェードっぽい感じなんだけど、スウェードっぽくなくてやっぱりフェルトみたいなやつで結構ねあったかいんだ。次行きます。3着目、ファッションの場で購入しました。なんかGジャンなんだけど手は革ジャンみたいな感じです。革では合皮なんだけどこんな感じです。すごいね、ボスイね、Gジャンが大好きなのね。なのでこれはちょっと見た瞬間に面白いなと思って買いました。後ろもで、下は本当にジッパーで前はね開いて、あらポッケなかった、ポッケな あるけど糸でまだ届いたばっかりなので超いいな、超いいなって自分で言ってるけどすごい好きです。はい、4枚目です。これはもうライダーズで、襟がねこっちのこんなで、もうねボッシー毎年買ってるんだよね、ライダーズを。でね、今回なんかファッションノバのこのライダーズ系って手が長いの、ボッシーが短い時かもしれないんだけど結構で、丈は見えないかまあそんなに短めでもないです。まあね、合成合皮だからあれなんだけど、まあ雨に濡れても全然大丈夫だし丈夫だし、こんな感じで、これおすすめ。はい、いかがだったですか皆さん、ボスティの今シーズン、まあちょっとね先シーズンで買ったものもご紹介だったんだけど、ボスイが今シーズン着るだろうと思う、ジャケットをご紹介させていただきました。新しいの買ったので、でこれ超お気に入りな、あるこれはね本当にいいよでも真冬になったら寒いからもね、風ビュンビュン通しちゃうかなと思って、なのでファッションノバのさっきの G ジャンとかライダーズはすごいおすすめでございます。うん、いいなと、なんか毎シーズンライダーズ系は買ってます。で、なんか先シーズン覚えてるかな、去年かな買ったやつ、まあファッションの場で、あ、ファッションの場じゃない、ここでも YouTube でもご紹介させてもらったんだけど、買ったんだけど手のところのこの腕のところにさ、なんかキルティングみたいになってたの、なんかあんまり好きじゃなかったんだよね。だから今回はシンプルなものを買わさせていただきました。はい、参考になるか分かりませんけど、こういうのもあるよっていうことでご紹介させていただきました。でボッシーさ、もう前から言ってるんだけど足が短いのよ。でなんかだからね、長いコートってあんまり本当に挑戦できない。だからね、さーって着れればかっこいいんだけどね、なんかいつも短いものばっかりで、ママにはさ、なんかお尻が隠れるとあったかいから長いの買いなさいよって言われるんだけど、あんまり買わないんだよね、短いのものばっかりで。ボスママチャリチャリンコを乗るので長いのだとなんか引っかかっちゃうなっていうのがあって、いつもこんなもの短いものを着ております。はい、でボスね、このシリーズ好きなんだよね。なんか何ジャンっていうの、こういうのスカジャンでもないか、なんかねこういうシリーズが好きで、ニューヨーク行った時もアディダス の店員ショップに勧められて買ってみたり、あとは兄がね昔生前着てたもので、ボスがね小学校6年生ぐらいの時に兄が着てたんだけど、それを形見でもらって未だにボスが着てます。うん、好きなんだよね、なんかこのシリーズが。なんかみんなにもどんなタイプが好きなのかなとか、新しいシーズンでいいもの買ったらぜひご紹介いただければなと思います。でまたもう秋冬なのでね、秋冬のものを洋服買ったり、ちょっとカツラがもうパターン化してきちゃったので、新しいのを購入していきたいなっていうふうに思います。うん、
で、なんか今これって本当にただ被るやつだけなんだけど、黒人の方々が使用するさ、レースウィッグ、ここのフロントの部分がレースになってるウィッグをちょっと買って挑戦してみたいなとも思っているので、それもぜひご紹介できればなと思います。でもさ、なんだっけ、秋のさ、なんかメイクの何ウィンターコレクションみたいなの、あ、ホリデーコレクションみたいなごめんね、言葉足らずというか、もう本当に感覚だけで生きてるような私でございますので、皆様お付き合いいただければなと思います。なんかね、今日ボッシー朝からね、喉が変なんだよね。ちょっと気をつけてうがいをして乗り越えなきゃと思います。本当に寒くなってきてるから、みんなこの季節の変わり目で体調の、管理に気をつけていただきたいなと思います。では、今日はこんな感じで、タタタタッと、ご紹介させていただきましたが、参考にしていただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。じゃあねー！ビーバー！